どうも、ウエストランド井口です。ウエストランド井口のサッカー動画、井草か、始めていきたいと思います。さあ、えー、今回こそようやくトトの予想でございます。えー、今回はですね、1145回のトトを予想していきたいと思います。えー、今回もですね、えー、以前言った通り、J リーグはもう終わってますので、ドイツのブンデスリーガとイングランドのプレミアリーグが対象の試合となっております。 えー、ドイツのブンデスリーガーもですね、イングランドのプレミアリーグも全部試合が入ってるわけじゃないので、えー、トトに関わるクラブとかですね、試合は毎回変わってくるんですが、えー、今回もその2つのリーグを合わせてですね、13試合を予想していきたいと思います。えー、ここに書きました。ダダンと、えー、大きいホワイトボードです買いましたんでね、1つに収まるようになりました。見えますかね。ちょっと字が汚いのは置いといていただいて、えー、これに予想を書き込んでいきたいと思います。 今回もこの赤ペンでどんどんん書いていてきますよ、えー、まずはですねはいこちらシャルケ対フライブルク、えー、ドイツのブンデスリーガーの試合ですねシャルケが現在4位フライブルクが6位という、えー、かなり順位の近い戦いとなっておりますが、えー、まあここはですねちょっと難しいですが、えー、シャルケの勝利でいきたいと思います えまあ単純にシャルケの方が順位が上ですしシャルケのホームということで、えー、ここは1番でいきたいと思いますシャルケの勝ちを予想します続きましてケルン対ブレーメンケルンが17位そしてブレーメンが15位とここも順位の近い争いですねなおかつ順位が低い方がホームという一番難しい予想となっております今回もとっとむずいな前回もなかなかね難しくて1等はゼロ口だったので まあ、キャリーオーバーもあるので、今回は出たいんですが、うーん、どうするかなはい。ブレーメン勝利を予想しておきます。まあ、大迫選手が所属しているブレーメンですから、なんとか大迫選手に、ゴールに関わるプレーを、ゴールを決めていただければ一番いいですからね、えー。ブレーメン勝利を予想しました。2番ですね。続きまして、バイエルン対ボルフスブルク。バイエルンが5位、ボルフスブルクが9位。うん。 ここもですね、順位的にそんなに開きはありませんが、えー、前説の通り、こ,こはバイエルの勝利を予想したいと思います。えー、この動画でも取り上げている通り、ドイツ屈指の名門クラブですから、現在まだ5位ですが、どんどん順位を上げていく、えー、だんだんそういう状態になってきたんじゃないかという兆しが見えるので、ここはバイエルの勝利を予想しておきます。続きまして、現在1位のライプツヒ対アウクス,スブルク。えー、ライプツヒ現在1位ですから、 まあ、ここはねアウスクブルーが10位かまあリーグ戦を面白くしてもらう意味でもライプツヒかなはい1番の予想しておきます、えー、続きましてヘルタベルリン対ボルシアメンヘングラウトバッハボルシアメ、えー、ヘルタ,ブリンヘルタベルリンが14位ボルシア,ルシアメンヘングラウトバッハが現在2位となっております難しいですねここはうん ちょっと順位通りに過ぎな気もしますが2を、えー、予想しておきますボルシアメンヘング・ラートバッハが勝ってですね、えー、優勝争いを盛り上げてほしいのですごくドイツのチームもなかなか言いづらいですね、えー、お酒を飲んだ後この動画を撮ってるんで口が回らないですが、えー、ボルシアメンヘング・ラートバッハの勝利を予想しておきます続きましてマインツ対レバークーゼンマインツが13位レバークーゼンが7位という、えー、ここもなんとも 難しいとこですが、そうだなうーん、えー、マインツの勝利を予想します。監督が変わったのかな今、調子が上がってきてるというような情報もありますので、マインツ勝利を予想しておきます。ちょっと引き分けがないのも気になりますが、あとでまたダブルを使っていきたいと思いますので、とりあえず一通り予想していきましょう。えー、ドイツのブンデスリーガがここまでですね、この7試合目以降は、 インンググランドのプレミアリー7試合目がアストンビラ対サウスアンプトンアストンビラが17位サウスアンプトンが18位とこれまたちょっと順位が近い戦いですね多いな今回にむずいないやこれいやー難しいなこれも非常にどうしよううーんちょっと はい。えー、サウスハンプトン勝利にしました。吉田麻也選手の所属しているサウスハンプトン勝利を予想しました。ちょっと吉田選手出るかどうかわかりませんが、ちょっと順位を上げてほしいという気持ちも込めまして、2を、えー、2に丸しましたサウスハンプトンの勝利を予想します。続きまして、ニューカッスル対クリスタルパレス。ニューカッスルが11位、クリスタルパレスが9位。これも近いな。なんだよ今日のやつは。今回、これちょっと、 今回も激ムズかもしれないですね。トトビックを買う方がいいかもしれないですね。うーん、ここもなんとも言えませんが、これまあむずいな。えー、ニューカッスル勝利にしておきました。まあ、ホームということもありますし、うんなるべくね、順位が近いチームにはより負けたくないというか、えー、ニューカッスルが11位でクリスタルパレスが9位なので、上のチーム、 特にとにかく勝ちたいというモチベーションも上がると思いますので入荷する勝利を予想しておきます続きましてマンチェスター・シティ対レスターマンチェスター・シティが3位レスターが2位おいおいおいとこれほどまでね順位が近い対戦が続くことあんのかという感じなんですがここむずいなうーんそうですねーうん マンチェスターシティかなまあ、単純に戦力的に言えばマンチェスターシティの方が、えー、いい選手たくさんいるということになるんですが、レスター今勢いありますし、現在2位。なかなかね、そろそろ引きするんじゃないかと思いきやずっといい状態をキープしてますが、難しい予想ですが、えー、ここはマンチェスターシティの勝利を予想しておきます。続いて10試合目が、エバートン対アーセナル。エバートンが16位、アーセナルが10位となってますが、 ここ難しいなぁ。あーはい。アーセナル勝利。えー、まあ名門クラブですからね。そろそろ、ちょっと勝利が欲しいと言いますか、10位に甘んじてるようなクラブではないので、アウェーなので厳しい戦いになるかもしれませんが、勝ってくれると信じましょう。アーセナル勝利を予想します。続きまして、ボーンマス対バンリー。ボーンマ,マスが14位。バンリーが12位。ここも、えー、 あ,あ近いなはい、直感でゼロ順位も近いしゼロにしてみました。うん、こういう試合が一番肝になってきたりもするんですが、どちらも負けられない試合ということで、引き分けを予想しておきます。続きまして、ブライトン対シェフィールドユナイテッド。ブライトンが13位。えー、シェフィールドユナイテッドが7位となっております。ここもまあ難しいけど、 えー、ここはですね、2、アウェイチームの勝利、シウィールドユナイテッドの勝利を予想しておきます。まあ、順位も高いですし、なんか、あの、いいサッカーをしているので、もうちょっと順位を上げてくるんじゃないかという予想もなんかできますね。後半戦もうちょっと順位を上げてきそうなので、ここは勝利を、アウェイ勝利を予想しておきます。そして最後、13試合目が、ノーリッジ対ウォルバー・ハンプトン。ノーリッジが19位、ウォルバー・ハンプトンが8位となっております。 これも難しいですが、はい、えー、引き分けにしておきましょうかね。順位の差はありますが、ホームチームということで、えー、負けられないということで、ゼロにしてみました。さあ、えー、一通り予想しましたが、ここからダブルを例によって4つ使いたいと思います。ちょっと考えます。うーん、なかなか難しいなちなみにですね、えー、スマホ、今まで、 はですね、ティッシュの箱とかですねいろんな箱を積んでそこに置いて撮ってたんですがようやく三脚を買いました高さ的にどうですかねもうちょい高くした方がいいとか低くした方がいいというのがあれば調整できるようになりましたんでね考えていきたいと思いますなんか自撮り棒にもなるタイプのやつを買いましたまたねえー、ビールを飲みに行った時とかそういう時の動画も撮りやすくなったんで撮りたいと思います えー、そんな話をしていると予想できないんでちょっと集中して無言で予想するかそうだないやダブル使いたいとこがめちゃくちゃありますねこれはうーんこればっかりはなかなか難しいとこではありますがうーん そうだな、ちょっと順位が近いのがあまりにも多いんですがそうだなどうしようかなこう難しいけどはいこうしましょうか1234はい、えー、ダブルを4つ使って書きましたこちらですはい改めて改めまして振り返っていきましょう1試合目シャルケ対フライブルクは 1>, 1番シャルケの勝利を予想しましたそして2試合目ケルン対ブレーメンここでダブルを使いました、えー、引き分けとブレーメンの勝利を予想しましたまあ、順位も近いですから引き分けをここに入れました続きましてバイエルン対ボルフスブルクはバイエルンの勝利1位を予想しました、えー、続いて4試合目ライプツヒ対アウクスブルクもライプツヒの勝利を予想しました5試合目ヘルタベルリン対ボルシアメンヘングラントバッハここもダブルを使いました引き分けとボルシアメンヘングラントバッハの勝利 うーん、ここ難しいですけどね。ちょっと順位の差はありますが、えー、ホームの意地をちょっと見せてくれるんじゃないかという意味で引き分けも予想しました。続いて6試合目、マインツ対レバークーゼンはマインツの勝利。7試合目、アストンビラ対サウサンプトンは、えー、ここもダブルを使いましたね。まあ、順位が近いということもありまして、引き分けとサウサンプトンの勝利を予想しております。続きまして、ニューカッスル対クリスタルパレスはニューカッスルの勝利。9試合目、マンチェスターシティ対レスター。あー、ここも迷うなー まあ皆さんね、資金に余裕がある方、ここトリプルとかにするのもいいかもしれません。えー、マンチェスターシティ対レスターはマンチェスターシティの勝利を予想をしました。そして10試合目、エバートン対アーセナル。ここもダブルを使いました。えー、引き分けとアーセナルの勝利にしました。うん、アーセナル勝ってほしいという気持ちもありますがね、アウェイですので引き分けも予想しておきました。続きまして、ボーンマス対バーンリーは引き分け。12試合目、ブライトン対シェフィールド・ユナイテッドはシェフィールド・ユナイテッド13試合目、ノーリッジ対 オルバーハンンプトンは日分けという予想になりました、えー、今回も例によってダブルを4つ使っております1400円分16口を買って、えー、勝負したいと思いますさあ、えー、どうなるでしょうか全く分かりませんが土曜日曜日に試合ありますんでなんとなく楽しみにしてですね、えー、結果を待ちたいと思います、えー、皆さんもこの予想を参考にしたりですね自分の思うように買ってみたりして週末に 億万長者になるチャンスを待ちながら過ごしてみるのはいかがでしょうか最後まで見てくださってありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録、えー、コメント、いろいろお待ちしております。えー、最後まで見てくださってありがとうございましたとは言いましたかね。えー、疲れております。はい、えー、また次回。今週は、今週じゃねえな。今日はここまでです。当たれえー、また次回楽しみにしておいてください。さようなら。